ビースティ・ボーイズ、ビースティ・ボーイズはアメリカ合衆国の音楽ユニット。もともとはザ・ヤングザ・ユースレス名義のハードコアパンクバンドであったがヒップホップミュージシャンたちとツアーを行ったりなどの交流を深めていく中で当時としては珍しくレッド・チェッペリーンやクリーデンス・クリア・ウォーター・リバイバルなどロックの楽曲をサンプリングしラップロックの雛形が出来上がる。以降は 数多くの独創的な功績を残しており、ヒップホップからロック、さらにはクラブミュージックにまで広大な影響力を及ぼした。リック・ルービンからは、ヒップホップを郊外へ持ち出したと評されている。バンド名の由来は、敬愛するハードコアパンクの重鎮バッドブレーンズにあやかり、B で始まる単語二つを関するバンド名にしようと、考案したもの。ローリングストーンの選ぶ。 歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第77位。2012年にロックの殿堂入りを果たした。受賞式にはマイク・ディーとキング・アド・ロックが出席し、療養中だった MCA も手紙を寄せた。プレゼンターは、旧友のパブリック・エナミーのチャック D ・ディーと LL クール・ J が務めた。1979年にパンクバンド、ザ・ ヤングザ・ユースレスとして結成。1981年にビースティ・ボーイズと改名する。1984年、デフジャムレーベルと契約したのを機に、ラップ、ヒップホップをフィーチャーしたサウンドへ転換。ランディ・ EMC、LL ール・ジェ J ラ・デフジャム所属のヒップホップ系アーティストとツアーを行った。1986年にデビューアルバム、ライセンストゥイールを発表。 ヒップホップといえど、音楽的にはパンクやハードロックの色が強く、ラップも黒人的なリズム感を持ったものではい,いが、ヒップホップアルバムとしては初めてビルボード1位を獲得。当時、同じデフジャムに所属していたスレイヤーのギタリスト、ケリーキングが参加し、シングルカットされたファイト・フォー・ユアライトも大ヒットした。その後もコンスタントにアルバムを発表。 サンプリングを激しく活用し商業的失敗に終わったが評価の高い1989年のポールズブティック、再び楽器を手に資源点回帰したような1992年のチェック・ユア・ヘッド、ヒップホップとギターサウンドを融合させ、再びビルボードチャート1位に輝いた1994年のイルコミュニケーション、サボタージュ収録などで人気を高め、百九十八年には よりストレートなヒップホップを展開したハローナスティがグラミー賞を受賞するなど世界的な地位を確かなものとした。2004年にトゥザゴ・ボローズをリリースしておりライブやシングル発行などの活動はこのまも絶えず行っているもののアルバムリリースのペースは次第に遅くなっている。政治的な活動も行っており1990年代半ばにチベット独立の支持を明らかにし 1996年には多くのアーティストを集めた大規模なチベタンフリーダムコンサートを行いサンフランシスコに10万人を集め以後も継続的に開催しチベット支援を続けているまた911テロの被害者支援コンサートイラク戦争に対するプロテストソングのリリースなど2000年代に入り政治的主張の機会も増えている2006年に 彼らのライブを50人のファンが撮影したドキュメンタリー映画ビースティ・ボーイズ撮られっぱなし天国が公開された。2012年5月4日 MC 映画ガンで亡くなる47歳ボーズ。これを受けて今後ビースティ・ボーイズとしてのライブを行う予定がないことを残りのメンバーが明言した。1992年にはデフジャムを離れキャピトルレコードの支援で 自身のレコード会社、グランドロイヤルを発足させ、同レーベルには、ルシャス・ジャクソンをはじめアリティーン・エイジ・ライオット、ショーン・レノン、ベンリー、チボマット、バッファロー・ドーターなど多くの新進アーティストが契約し、話題を呼んだ。翌1993年に、レコードのリリース事業を始めたほか、雑誌、グランドロイヤル・マガジンを発行し、1970年代の映画や、 テレビドラマ、大衆文化が好きな彼らの趣味に走った、編集方針で、アメリカユースカルチャーに影響を与えた。総関号のブルース・リーの特集や、史上最高のバスケットボール選手カリーム、アブドゥル・ジャバーのインタビュー、世界最悪の髪型マレット特集など反響を呼ぶ、記事を多く掲載した。以後もブランバン3000など優れたアーティストとの契約を進めたものの、 経営難で2001年には閉鎖し、彼ら自身はキャピトルレコードに移籍した。マイク D、アドロック、MCA、ミックスマスターマイクの4人はユダヤ系である。MCA は仏教徒でチベット仏教を信仰している。戦術の通り、2012年5月4日、MCA がガンで亡くなる。47歳坊津。ジャンルを超えた数多くのアーティスト。 テレビやツイッター、その夜のライブで追悼の意を述べた。追悼コメントを寄せた主なミュージシャンは以下の通り。地元ニューヨークではミュージックビデオのロケ地にファンが花を手向けたり、マディソンスクエアガーデンが MCA の顔写真を添えて、ニューヨークという巨大で忙しい街はこういう時にいろいろな方法で心を開いて見せてくれる。 とてもユニークな場所と感謝を告げ、当日のニューヨークメッツの試合では、選手の入場曲をすべてビースティーズの各曲に統一したりと、街は追悼の意に包まれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。